モズ大塚山古墳は、大阪府堺市西区上の芝町4町に、かつて存在した古墳。古墳時代中期の前方公園墳。両母や史跡等に指定されていなかったことから、戦後の宅地造成で消滅した。上石津三山在古墳の南に位置し墳丘の全長168メートルの前方公園墳であり、モズ古墳群では、第5位、全国でも、 第54位の大きさを誇っていた。噴球は三段畜く首レブには作り出しがあり、集合が巡っていた。1949年に噴球が削られ、集合も埋め立てられ、地上から姿を消した。また、かろうじて残っていた噴球の裾部も、1986年の宅地造成工事により、すべて削り取られてしまった。戦後に破壊された古墳として、 最大規模であり、現在は道路の形状に輪郭の痕跡を残すのみである。宅地造成工事に先立ち、1949年に緊急の発掘調査が行われた。紛糾には吹き石、埴輪列が確認され、また前方部に4基後円部に4基の粘土角が確認された。そのうち遺体が埋葬された痕跡が認められたのは前方部、 公園部各一基のみであり、他は副葬品のみであった。埋葬施設は、高の薪製の木管であった。副葬品として、曲玉、下玉、串、銅鏡、鉄製の下中、炭鉱、刀剣、長菜、鎌、ノコギリ、剣などが多数出土した。とりわけ、刀剣は300口を超えた。1986年に、堺市教育委員会により、 噴球の素部の発掘調査が行われた。この調査により古墳の造影方法が確認された。ありがとうございます。